今回ねお話しするカメラは個人的には非常に魅力的なカメラなんですけれども、非常に価格面が心配です。ということでね、ぜひね皆さんコメントにて価格予想みたいなのをねしていきませんかというところでのご提案になります。ぜひよろしくお願いいたします。どうもこんにちは、たかしでございます。本日もゆるゆるとカメラについてのお話をやっていきたいと思います。本日なんですけれども、こんな話題をやっていきたいと思います。6月の最終週にソニーが α7S2 の後継機、これを発売するんじゃないかというお話になります。これにどれだけ信憑性があるかというところなんですけれども、今までね結構この α7S2 の後継機については出るって言われていて出なかったと思うんですよね。でこの6月の最終週、おそらく中盤あたりではプレイステーション5とかの情報をメインにこう流していって、最終週にねいろいろカメラ製品を発表するんじゃないかと、そのうちの一つにこの α7S3 が出るんじゃないかという噂が立っていると。今回はね結構信憑性があるんじゃないかというところでね、この動画を出させていただきました。今までね結構この α7S3 ではどんな性能になるのかっていうところの話が出ていたので、今ある情報っていうのをね簡単にですけれどもねまとめさせていただければなと思います。まだ噂段階なので、どこまで本当かどうかっていうのはちょっと皆さんでご判断をしていただければなと思うんですけれども、僕結構ね動画機ってあんまり興味がなかったんですけれども、調べれば調べるほどね、まあ、面白い感じになっているので、まあ、その辺を見ていただければ嬉しいかなと思いました。まずねこんな感じです。まあ、仮に α7S3 とさせていただきますね。こちらの α7S3 ではまず画素数は1500万画素。前回の α7S2 では1200万画素程度だったので、少しねこの画素数が上がっているという形になります。今回はクワッドベイヤーセンサーというね新しいセンサーが使われる予定となっておりまして、そこにねちょっと面白いギミックがあるので、これはね後ほどご説明をさせていただきたいと思います。そして動画性能はどんな感じで来るのかというところなんですけれども、動画性能は 4K60p で止まるんじゃないか、もしかしたらワンチャンス 4K120p 来るんじゃないかみたいな、そんなラインのお話になっているようでして、個人的にはまあ今ね EOS R5 っていうものが出ていて、 4K60p っていうのが特別すごいことではなくなってしまう世界が来るんですよ。その上で4K60p 限界の動画機っていうのをソニーが出してくるっていうのはちょっとなんかね腑に落ちないというか、もうちょっと攻めてきてもいいんじゃないかっていうところを考えると、4K120p なくもないなというところなんですよね。でそれに関連して、まあ、これも噂の話で、まあ、変なねあの α7S2 の画像を横に伸ばしたり縦に伸ばしたりしたような画像を使って、まあ、α7S3 は大きくなるみたいな噂が立っていたりしたんですけど、まあ、個人的にはもうファンを積んでくるんじゃないかなと思っています。したがってボディサイズは少し大きくなる、防水っていうのはちょっと辛くなるとは思うんですけど、排熱っていうのをしっかり対策してくるんで、これで 4K120p いけますよっていう発表でみんなを驚かせようとしているんじゃないのかなというところをね僕は非常に思っております。多分各社ねどういうスタイルでどういうふうにみんなに驚きを与えていこうかなっていうところを考えていると思うんですけれども、やっぱりねそれをなくこうリリースするっていうのは多分今のソニーにとってはなかなかそんなナンセンスなことをするのかなっていうところなんですよね。まあ、ただ α7 の R4 とかも画素数が上がっただけ、まあ、これもでかかったんでそれはそれでインパクトがあったんですけれども、この箱を開けた時にわーっていうインパクトっていうのはあまりなかったんですよね。まあ、そういう意味では今回そこら辺を全部取り返すようなギミックっていうのは敷かれるんじゃないかなというところで、まあ、一つの可能性としてはこの 4K120p じゃないのかなと
思っております。このねギミックのある発表っていうのをね皆さんしてほしいと思うんですけど、多分それに一番今苦しんでるのはニコンなんじゃないかなと思うんですよね。みんながあっと驚くような情報っていうのをなかなか出せないで、開発もね他が作った後にこう作ってしまうっていう状況が続いているんで、まあ、ニコンに関してはねちょっと一歩先になんか出るような技術をね出してほしいなっていうふうにすごく思いますね。はい、ちょっと横にそれちゃいましたけれども、まあ、基本的には α7S3 について言われているのは基本的にはその程度のお話なんですけれども、先ほど後回しにしていましたクワッドベイヤーセンサーとは何かと言いますと、これはね新しい技術ということで、なんとねまず前提として6100万画素のモードでスチールを撮ることができるんだけど、1500万画素のモードもあるみたいな形で、なんかちょっとこの二面性を持っているんですね。頑張れば6100万画素もいけるけど1500万画素でいつも使ってるんだ、でもこの6100万画素分のゆとりがあるから、この1500万画素で撮るときに他の1500万画素のカメラで撮るよりもより綺麗に、よりシャープに、より繊細に写真を撮ることができる、そういったねセンサーになっています。まあ、これをねオーバーサンプリングというものなんですけれども、このセンサーを使ってフルサイズのカメラを作るっていうのは多分この α7S3 が初めてだと思うんですけれども、まあ、最新のセンサーということでね、スチールに関しては1500万画素でも6100万画素でも撮れるということで、なんかこの α7R4 もいらないんじゃないかっていう説が出るぐらい素晴らしいものなんじゃないのかなと思います。なんかすごいじゃん、昔の機種ってそしたらもういらないんじゃない、売っちゃおうかなっていう方もいると思うんですけど、皆さんちょっとお待ちをいただきたいなと思う点がありまして、それがこれなんですよ。位相差 AF、まあ、位相差オートフォーカスですね。そしてデュアルピクセルオートフォーカス、この2つを搭載がちゃんとできるのかどうかっていうのが今のところクエスチョンっていうのがつくようなこのセンサーになっているようなんですよ。いろんなところで情報を見ていくと、この位相差 AF っていうのも全然できるよっていう話も見たりするんですけれども、実際のところはまだ闇の中なんですよね。なので今回のこのセンサーを搭載した α7S3 で一番注目なポイントというのが、このクワッドベイヤーセンサーがどれぐらいねオートフォーカスの機能っていうのを拡充して精度を上げて登場するかっていう点になると思うんですよね。これも本当に精度高いオートフォーカスっていうのが実現することができれば、高画素機っていうものは高画素でも普通の画素でも撮れちゃいますよ。しかも普通の画素で撮った時にその高画素分の恩恵を受けれるんで、ちっちゃく使う時はより綺麗に撮れるんですよっていうカメラになるんじゃないのかなというところもあって、実はね僕この話を聞いた時にすごくワクワクしたんですよね。なんでワクワクしたかっていうと、僕以前にキヤノン、そしてニコンの高画素機と取り比べをして、ソニーの α7R4 をね結構こき下ろしてしまった事件があったんですよ。ちょっと僕も動画を始めたばっかっていうのもあって、ちょっと結構辛辣な動画にもなってしまったところがあったんですけれども、まあ、基本的にはちっちゃく使うんであれば、その撮った写真っていうのはそのちっちゃくする画像により近い方が、なんていうのかな、こう劣化というか縮めた時にシャープネスが落ちたりとかっていうことが少ないよねっていうところになるんじゃないのかなと思うんですよね。まあ、そういった意味で言うと、もうまあこの1500万画素にしなくても高画素でも撮れるけど、小さくするとさらに綺麗に撮れるっていうこの機能はね非常にいいんじゃないでしょうかね。やっぱり言っても6100万画素って誰も実際のサイズでは使わない、まあ、誰もっていうのは言い過ぎなんですけど、6100万画素をフルで全て使う人っていうのはそんなにいないと思うんですよ。なのでそれをねこう縮めた時に最高の画質が得られるんであればいいんですけど、まあ、そうではないというところを考えると、用途によって画素数を切り分けられてうまく使っていけるカメラっていうのがね今後非常にとても望まれるんじゃないのかなと思います。ただねこれの欠点としては、メーカー側としては高画素機のライン
そして画素数を抑えたラインっていうのは一つに統合されちゃって、もう本当になんていうのかな、あまり種類を出さなくてもそのカメラだけで完結してしまうっていうことができると思うんですよね。まあおそらくデメリットとしてはその分価格が高い。なので今回発売されるカメラがおいくらになるかというところなんですよ。ぜひね、皆さんこの α7S3、まあ、S4 なのかも分かんないんですけれども、このカメラの価格がいくらになるのかぜひ予想いただけるとありがたいかなと思います。僕の予想としてはね、60万前後になるんじゃないのかなと思います。結局高い高いと言われていた α7II、 あの時代の R と S とか比べてみるとやっぱり S の方が高いんですよ。それを考えてみると、まあ、おそらくね結構な値段になった上で、まあ、さらにね素晴らしい機能が使えるカメラとして出てくるんじゃないのかなと思います。高いカメラって基本的に今までニコン、キャノンともに一桁機というスポーツ向きのカメラだったと思うんですけれども、それとは違 う、 こう側面に対してこう、ね、全ての機能を割り振っているカメラが高くなるっていうのはね、非常にまた面白い世界なんじゃないのかなと思います。連写っていうのはやっぱり使う人使わない人も分かれると思うんですけど、6100万画素撮れて、さらに1500万画素の写真もちゃんと撮れる、当然ローも出せるっていう条件で、まあ、その上で動画 4K120p とか 60p もしっかり撮れるためにその価格にしましたよっていうカメラであれば、僕たちもその価格に対して納得のいく人たちってすごい多いんじゃないのかなと思うんですよね。まあ、そんな側面もありまして僕はこのカメラ非常に興味が湧きました。はい、皆さんねこのカメラどう思われますかね。多分普通に動画機っていう風に見る方も多いと思うんですけれども、それ以外の側面っていうのも決してね見逃せないようなカメラになってくるんじゃないのかなと思います。というわけでね、今回は6月の最終週に発売されるんじゃないかという噂になっている α7S3 のお話をさせていただきました。まあ本当にね噂の段階で、さらにプレイステーション5この情報がね出てくるぞっていう段階の話なので、まあ、ソニーにそんな余力がもしかしたらないのかもしれないんですけれども、なんかちょっとねロマンがあるカメラだと思いますので、ぜひこのカメラをね心待ちにしながらねカメラライフを楽しんでいければなと思っております。というわけで本日のゆるフォト以上になります。本日最後までご視聴ありがとうございます。ぜひね初めての方はチャンネル登録、そしてグッドボタンをよろしくお願いいたします。では